あ、すごい。皆さんこんにちは、ねねです。セブンに恵方巻きが売ってたので食べてみます。食べれるかな。こういう売ってる恵方巻きはね、初めて食べるよね。ねね、ねねにちょっと作ってもらおうかな。食べようとしてる。よし、じゃあねねに作ってもらいます。はい、お願いします。じゃあ、はい。え、これ作るやつ？これはね、ほら、ここからめくるって書いてある。作り方が書いてある。まずはシールを破り開きます。ここシール、うん、何？なんか変な匂いする。変な匂いする。で、臭い？あれ酢飯の匂いじゃない？シールを剥がします。こういう風に。でこの白いのを半分剥がします。こうなりますので、パカパカなりますので、ぐるぐるっとします。このおむすびのところを取って、ピー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 、くる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 、ピッカイー。 Thank you。これ一個まるまる食べれるかな。じゃあ、せーの、いただきます。いただきます。昔恵方巻き作ったの覚えてる？動画で。忘れちゃった？うん。具何入れたか忘れちゃったね、もうね。うまい。あ、ポケットしてた。くちゃくちゃなってる。マジうまいわ。たくのり食べる、たくのり弁当、たくのり食べる弁当。何言ってるの？たくのり、たくのり食べ弁当？たくのりたくのり弁当。見て食べればいいんですね。何でだ？見て食べればいいんですね。ママがさっき言ってました。ねねね、今からさ、カタカナ禁止ゲームしながら食べようよ。いいよ。いい。カタカナ禁止ってわかる？英語系。例えばチョコとかさ、サーモン、あ、サーモンとか、そういうのもカタカナ。カタカナで書かれてる言葉を言っちゃダメってこと？タヌキとか。うん、タヌキ微妙だね。タヌキも一応、うん、ゲームだから、カタカナでありそうなやつはじゃあダメね。言っちゃったらデコピンね。OK、うん、はい、じゃあ用意スタート。でスタートってカタカナが出ないで。いって超言って、はじめの方がいいんだよ。用意はじめ。あ、そうだね。用意はじめ。
なんかこれ好きなんだよね。これなんだっけ。わかんない。わかんない。うん。あれこれなんて名前だっけ。忘れた。忘れちゃった。そういえばこの恵方巻きの名前なんて言うんだろう。この恵方巻きの商品名。うん。なんて言うんだっけ。サラダ。これはガリガリ。ごめんごめん、細いからガリガリ。あ、そういえばさ、うん、これなんて読むんだっけ。これ、うん、あ、そういえばさ、この名前ってなんだっけ。この名前ってなんだっけ。これはね、あれあれ、お菓子出す機械。違うでしょ。いやいや、そんな感じだったよ、確か。お菓子回して出てくる機械。なんだっけ。ムガムガ。ムガムガ。やばい。あ、そういえばこれなんだっけ、これなんだっけ。これおもちゃ。え、おもちゃ。え、これ違うよ。何。大根。意味わからん。これ何。これはい。これは？これは何？ごぼう。ごちそうさまでした。ごも。この恵方巻きどうでした？美味しかった。半分ぐらいは食べたね。もうちょっとちょっと。天然水。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。なんでピントが合わない。ごーくすぐった。バイバーイ。バイバーイ。顔。